ラース・コリンドは、デンマークの企業家、著者、演説者、非常勤教授、非常勤役員、グルンドフォース会の元グループ会長。1972年、オーフス大学で数学の修士を取得。1977年、コッペンハーゲンビジネススクールで学士を取得。2000年より、オーフス大学で、ビジネススクールでのリーダーシップと戦略学の非常勤教授を務める。 コリンドは、1984年から1988年まで、リソ国立研究所の副社長兼放射系を務め、1981年から1984年までの最高執行責任者であった。10年間、コリンズは、補聴器製造会社であるオーティコンを所有する、ウィリアム・デマンド・ホールディング・エースのグループ CEO を務めた。 1988年から1990年にかけてコリンズはオーティコンの財務再建に取り組み、1991年までには、いわゆるスパゲティ組織として成立させることを発案から取り組み成功し、世界を先導するナレッジ主体のペーパーレース企業として話題になるほどであった。新しくなった組織では売り上げが100%増になり、 利益は1991年の200万デンマーククローネから1995年の1億3600万デンマーククローネに増加した。コリンドはウィリアム・デマンド・ホールディグを1998年に退社。オーティコンにおけるコリンドの業績はトム・ペーターの著書リベレーション・マネージメントやパー・シジェ・セン・ポールセンのシンク・ザ・アン・サンカブル・デンマーク語現代。 t n k デッド・ユテン・ケリッジともに1993年などのいくつもの記事や書籍で紹介されている。コリンドのオーティコン退社にあたって、コッペンハーゲンビジネススクールのマッテ・モーシング教授が、マクリスティアン・エーバーグと教著で、マネージング・ザ・アン・ジェブル・フォー、エディケードを1998年に表したが、その中でもコリンドの業績について語られている。 1998年以来、コリンドは、キロジュール・ジェイコブス・エイジー、グルンド・フォス、フォンド・ポールにより、ジェンセン、ユニメルコグループ、ニュージーランド・ファーマ、リンクス、ウェマインドの非業務執行取締役を務める。2000年には、バンキンウェストによって管理されていた、ベンチャー・キャピタル・ファームであるプリベンチャー A、S を設立。プリベンチャーは、リテール・インターネット A、AS、S。 イザベラ・スミス A、S、キー・フーカス A、S を要し、2009年に解散した。現在コリンドは、彼の個人的はホールディング会社であるコリンド A、S を通して、キー・フーカス A、S とウェマインド A、S の大多数の株を所有している。コリンドファミリーは、デンマークのザ・ランドルアディサスエステイツの、オーナーであるランドルをステアスコブ A、S も所有している。 コリンドはクリスタリグッドダグブロッド A、S の監査役会の会長とデンマーク銀行の諮問機関のメンバーも務めている。2000年にコリンドはザナレッジソサエティ21世紀のデンマークのための議題を出版。2006年にはザ・セカンドサイクル大官僚戦争での勝利を表した。その本は中国語、ロシア語、韓国語、スペイン語、スウェーデン語、 デンマーク語に翻訳され、評論家と一般読者の両方から好意的に評価された。コリンドはアンボースリーダーシップフォートデ d f o フォーザフューチャーという本もジェイコブ・ボートとの協調で出した。ザフューチャーオブイノベーションアカデミック、政治、ビジネス界を先導する350人のグローバル思想家が今日の行動を道筋を示す未来のイノベーションに ついての先見の名を共有する場所という本にも寄稿。2007年5月7日、コリンドは新しく決闘された自由同盟に10万デンマーククローネを寄付し、支持することを表明した。激化する低賃金労働諸国との競合や環境課題、デンマークの文化関連に関するデンマークにおける新しい政治議題が確立されることを望んでいる。 2007年11月の議会選挙では、不運地域で自由同盟から出馬した。コリンドは、選挙期間中に、デンマーク全土で一律40%の税率にする利点を、そのような税金が、不運地域のみに当てはまるような、考えられないようなことを考えることを例に、説明した。党の幹部はこのコリンドの説明のために使った1、例を、最終的な提案であると思い違いし、 そのような方針は、党としてなかったために、混乱が生じた。そのため有権者も混乱した。コリンドは落選するも、その後も引き続き同党をオープンかつ積極的に、支援している。コリンドは1977年から1982年まで、コッペンハーゲン大学の経済と計画セオリー学の、准教授を務めた。1993年に、国家 IT 省及び、 1996年にはザナショナルマネージメントプライズを受賞。同年、コリンドはマン・オブ・ザ・イヤー賞。そして、1998年にはソーシャル企業家・オブ・ザ・イヤー賞を受賞。1999年のデンマーク国立技能協議会の発足につながる全国技能協議会を1998年に共同設立。 社会問題担当大臣のカレンジェスパーソンと共に、社会的結束のための全国ネットワークを1996年に、また、社会結束のためのコペンハーゲンセンターを1998年に設立。2000年には、コリンドは子どもと文化のための全国協議会を共同設立。2007年から、世界スカウト財団の役員会長、また、2009年からは、 世界スカウト委員会の会員も務める。コリンドは国際的最高峰の賞であるスカウトムーブメントの世界組織のブロンズウルフ賞とボーイスカウトのアメリカシルバーワールド賞を受賞。コリンドはバデン・パウエル世界フェローシップの一員である。コリンドはダンネブロ君賞を受賞しているほか科学技術のためのデンマークアカデミーのメンバーでもある。ありがとうございます。